フールナブローンドルメン、アイルランドは、クレア県北西部に広がるバレンの中にある有名なドルメン。カスパー・ダービト・フリードリヒ、雪の中の巨人塚、雪の中の巨石墳墓などとも、現代風年グラップ・イム・シュネ、英イケルン・イン・スノー。1807年の油彩画。荒涼とした冬景色の中、三本の歌詞のこの間にドルメンが見える。ゲルマン文化を、 史上豊かに描こうとするドイツロマン主義の画家にとってドルメンは高画題であった。史跡部はドルメンともいい新石器時代から初期金属機時代にかけて世界各地で見られる巨石簿の一種である。基礎となる史跡を数個、埋葬地を囲うように並べ、その上に巨大な天井石を乗せる形態を取る。史跡簿という形態が最も早く発祥したのは おそらく西ヨーロッパだったと考えられる。しかし、西ヨーロッパの史跡墓が世界各地へ伝播したのではなく、それぞれの社会発展状況に応じて、全く別個に世界の各地域で史跡墓が発祥したとする見方が非常に有力となっている。ヨーロッパでは、新石器時代から金属器時代初期にかけて史跡墓が建造された。その建造範囲は西ヨーロッパに、 ほぼ限定されており、主として大西洋、北海、バルト海沿岸に見られる。紀元前4000年から3000年頃の西ヨーロッパでは、史跡墓などの巨石建造物に代表される巨石文化が起こっているが、濃厚の電波との関連性を指摘する説が有力である。紀元前6500年から4500年にかけてヨーロッパ全域に濃厚が普及しているが、 農耕の開始に伴い特に大西洋沿岸で人口増加が顕著となり社会的不平等が生じた。そして上級階層の母性としてまずどもりの素朴な墓が発生しそのうち巨大な史跡墓へ発展したのだと考えられている。その後紀元前3500年頃に巨大な史跡墓が激減し小規模な史跡墓へ移行しているがこのことは 上級階層を中心とする社会構造が崩壊し民主的な共同体にとって変わられたことを示唆している。最終的に紀元前2000年頃西ヨーロッパの史跡墓は消滅したとされる。史跡墓は元来土や小石などにより覆われていたが現在ではその多くが風雨により流され巨石が露出してしまっている。西ヨーロッパに見られる史跡墓はブルトン語で ドルメンという。フランスブルターニュ地方に多く見られたことから、当地のブルトン語で、石の机を意味する、ドルメンを語源としている。また、ウェールズ語に由来する、クロムレックと呼ばれることもある。ドイツ語では、ハネングラバー、オランダ語では、花ぶどといい、いずれも巨人による畜造を暗示する語である。花ぶどは、ドルメンによく似た形式の石室語で、 新石器時代中期の頃に始まっている。花ぶどは、まず長方形の石室があり、その長辺の片側に沿道が設けられ、そして石室は、楕円形の紛糾に覆われるとともに、その周囲に円石が置かれた。より複雑な構造を持つものもある。ドイツのメクレンブルクやポモージェでは、都市や町の建設の際に、建築や道路の材料として、墓の巨石が使われ、 多くのドルメンが失われた。それでもヨーロッパには数千基のドルメンが現存しており、フランスに4千基、イギリスに2千基、ドイツの流言島だけで1基以上が残されている。ヨーロッパにおける史跡模の主な作り手は、ハプログループ G2 へと考えられる。朝鮮半島では、紀元前500年頃に見られ、以降は半島のほぼ全域で見られ、世界の史跡碁の半数が、 朝鮮半島にあると言われている。北方式と南方式のおおよその境界は全羅北道付近とされる。また、天井石が五番上を呈するなど多様な類型を示していることも朝鮮半島の史跡簿の特徴である。紀元前後になると同県が服装されるようになった。朝鮮半島において分布が特に顕著なのは半島南西地域である。 同地域では最も多い場所で500から600基の史跡墓が群集している。史跡墓は朝鮮半島の戦死時代を大きく特徴づけており、2000年には高秋和順、高下の史跡墓群が世界遺産に登録された。朝鮮半島の南部には史跡の低い五番城史跡墓があり、北部には史跡が高い卓上史跡簿が分布している。日本では 中国石膏省の石田名軍とよく似た、史跡墓が縄文時代晩期の長崎県に出現しており、同県のものに持ち印的な駆装や箱式石棺を伴うことなど、一定の独自性も認められる。日本の史跡墓は、弥生時代前期が終わる頃に、ほぼ終焉を迎えている。朝鮮において、水頭作が開始した無門時時代に史跡墓が現れることなどから、 史跡碁の担い手は、日本列島、朝鮮半島へ水稲栽培をもたらしたと推定される。中東では、イラン高原やコラン高原で史跡碁が営まれたとされる。インドには、古代の巨石遺跡が約4000カ所ほどあるが、明確に史跡碁と見られるものは、紀元前1000年頃の南インドに出現した。その他、インドネシア、南アメリカ、北部アフリカに見られる。 エウペジア1、エウペジア2、先谷光る DNA、高校、言語の学際研究が示す、新、日本列島史、Wikimedia Commons には、史跡簿に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。